後輩だった役者たちが、うん、その世界でもしっかりと地位を築いてて、はい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 、そこの技術を持ってることに気づいて、うん、それはでも本当に最近、うん、で、二度ももしかしたら声真似、うん、再現度っていう言葉になると思うんだけど、はいはい、それをちょっと揶揄すると、うん、真似してるんじゃないか、うん、物真似じゃないみたいな見方をする人もいると思うんだけど、うん、はっきりと技術なんだ、うんうんうん、そのキャラクターのその癖とかを普通に喋りながらちゃんと持ってくる、うんうん、っていう技術を目の当たりにして、うん、それを見た時にあ、これはここのもうやり方だ、でこれをお客さんたちはその再現度っていうのをよく見ても認定するんだけれども、うんうん、そこの技術をしっかりと評価してそれを見たくて来てるんだっていう、もう文化が出来上がってるんだ、はいはい、うん、なった時にあ、ここはそういう風な今までの見方をしてたらもったいないなと思った、ああ、はいはいはい、はい、そう、僕自身が損するな、うん、そこに対して役者とはと思ってた、うんうん、って思ったのがきっかけで、うん、逆にだから役者とはっていうのを、うん、こんだけ僕の中で結構世界が変わったから、うん、どこに対してもじゃあミュージカル俳優、ミュージカル、うん、とかを一回考えるのやめようかなと思って、うん、そのだから役者とはを考えないというよりも役者の中のカテゴライズを取っ払いたいなっていう時期っていう、ああ面白いね、ところに今いる、はい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 。